お疲れ様です。ラットです。というわけで、今回もですね、暮らしライブやっていくんですけど、今日はですね、こちら、親衛隊です。親衛隊を使っていきたいなと思います。まあ、バボコヤもね、環境というわけで入っているんですけど、バボコヤ親衛隊。で、まあ、対空砲、対空にね、ロケ砲とアーチャーと、まあ、一応ゴブギャンがいる感じで、ございます。で、これなんですけど、強いのって多分みんな思うんですけど、これがですね、僕もびっくりするぐらいね、強かったんですよ。っていうのが、今日ね、海外の大会があったんですよ。で、僕自身はこう、結構ボコボコにね、すごい負けたんですけど、こう、その中で、で、戦後は BO5 だったんですよね、BO5。各グループ6人いて、その6人の総当たりで、上位何人かが進むみたいな、レジェンド！マジ？よろしく？っていうので、があって、BO5 でやったんで、最大5試合かける、6人の総当たりなんで5試合あるわけで、最大25試合なわけなんですけど、まあ、僕20試合ぐらいやったんですよね。21試合だったかな。はい、で、結果的にはもう0勝5敗でしたね。言っちゃうとね。はい、全く、はぁ、勝てなかったっす。なんで結構ね、今、精神的にダメージ受けて泣いてます。結構今泣いてるんですけど、何でしょ、はねはねさんじゃん、レジェンド。これマジではねはねさんじゃん、すごいな、レジェンドに使われてる。よいしょ。そうで0-5だったんですけど、まあそんな中でやっぱBO5 なんで何戦か勝ったりこうあるわけで、このデッキを4回使ったんですよね。4回使って何回勝ったと思います、皆さん。でも言ったら BO5 で負けてますし、全部ね。これみん、敵はもうみんな強いわけですから、で、そんな中で、このデッキ、なんと4回使って4回勝ちました。このデッキ25回ぐらい使えばよかったんじゃないかっていうぐらい勝ちましたね。海外の強敵相手に、勝率 100% でしたね。他のデッキのもっとね、ちょっと、もっとね、勝ちたかったですけどっていうので、はい、そういうことがね、今日ありました。いや、びっくりですね。なんか、1回ぐらい使おうかなと思ってて、親衛隊。そしたら、まさかのね、使ったら勝つから、ああ、もう1回使おうと思ったら勝ってって感じで。いや、いいね。これは、キャスケの爆破が届いてない。レジェンディーが、はねはねさんのデッキ使ってる。これ、まあ、僕としては、あれが厄介なんですね。スケアミ。スケルトン部隊を突破できないんで、まあ、奉仕でぶちかますとかっすよね、マジ。5打っちゃって、ああ、打っちゃっていいね。これ入る。絶対止まんない。突進だけでもね。オッケー。さあ。で、ロイジャイには、ババコ置いて、コウモリが来るとだるい。分かってますね。ちゃんと嫌なこと。いや、でも、お前優秀か？ああ、アーチャーが。分かってますね。ちゃんと辛いことが相手は。うわあ、これうめえね。痛え。このダメージ痛いっすね。5打ちで。スキャミ？キョスキュー歌かな？っぽいですね。で、ここは正直、やられちゃうんで、まあ、軽くね、抑えつつ、左サイドですね。左サイド守りたいですね。多分、ロイジャイ、左っすね。危ない。さあ、いや、これ勝ちたいですね。それ多分、コスト使いすぎなんだけど、相手、スケアミもハンターもあるんでね、そこが強いですね。ワンチャン止まんない？うぃ、防衛硬い。さすがね。さすがですね。ダークオブエンジェルだっけ？あれなんだっけ？忘れた。ごめんなさい、はねはねさん。違うわ。ふぅー！怖いですね。勝ちたいね。レジェンドだ。レジェンドがこのデッキ使ってますからね。すごいっすよね。そう考えると。奉仕を生かして、これさ、結構よくね。結構いいね。多分。ザッピーとかかな。なんか出るよね。やば。結構いいね。稼いで。オッケー。タルババ、防衛で持っとけば、あ、でも、クエイカんのか。クエイカ違う。
俺も5あるんだよ、ごめん。でも俺が5あるの相手は、あーもうクイック削りですね、やばい。5にシュート、他のスペル回しさ、どちらが早いか。オッケー来た。これ買ってくね。奉仕で削ります。これ5と奉仕で多分止まんないよ。来たー。1戦目からレジェンド、懐かしいですね。1年目はノバにいて優勝して、2年目キックスにいて、でもうアジアベスト4とかだったかな。はい、強敵の三重士がめちゃくちゃうまいプレイヤーですね。久しぶりに見たな。なんかグラチャで知り合いと当たるっていうのがちょっとね、嬉しいですね。まあ、知り合いっていう知り合いでもないんですけど。ふぅー、というわけで、マジで0-5だったんですけど、本当にこのデッキのおかげで、ちょっと救われたっていうか、まあ、救われてもないんですけど、ちょっとね、親衛隊が今意外と強いんだなっていうのを思いましたね。まあ、何に勝ったかっていうと、あのね、意外とスパーキーに2回勝って、あのね、これスパーキーめっちゃ相性悪いように多分見えるんですけど、見た目はね、なんですけど、相性がいいんですよね。てか、親衛隊がね、と、あの、遠距離ユニットですね、アーチャーとか奉仕とかを後ろから出しながら、スパーキーが橋渡ってきたら、あの、親衛隊被せると、ユニットがここ、後ろから出してユニットが溜まりつつの、親衛隊で蓋、みたいな感じで、自然とカウンターにも繋がって、スパーキーはね、こう、リセット系がないんですけど、意外とね、こう、相性がいいっていうのがね、わかりましたね。さあ、間違えた、やばい、最後、今のファイボ、マジで、やばい。これね、なんかが来るよね、これだってもう、絶対何かが来るんだよね。お前かーい。一緒やねえか、ほんとに。これちょっとあれっすね、ちょっと、ユニットで守れそうなんで。親衛隊出さない方がいいかな論で。よし、危ねえ。そういうことなんですよね。親衛隊がちょっと流行ってますね。ザッピーマスケですね。ザッピーマスケで僕は、いやー、これ飛ばしたいね。タルババサイトから飛ばしていい気がするな。まあ、ザッピー受けガンパイかな。一周、ああ、惜しい、これは惜しい。ああ、お前のこれ。はいはい。まあ。相手も親衛隊ってことは、大きな攻め手があるわけではないと思うんですよね。またファイブかポイズンが多分あって、ふい。ああ、なるほどね。まあ、仲良く行きましょうか。これなんか、この前のね、動画もね、なんか、すごいんですよね。こやこや対決し、の、こやこやクロスのミラー対決みたいなのして、で、今日も今ね、親衛隊対決の、まあ、ミラーっていうわけでもないけど、中身ほぼ一緒じゃないですか。対決してるってすごいっすよね。こんなに、ね、同じようなデッキがいるってことですからね、今。なんかまあ、よくわかんないんで、相手ポイズン使いましたね。一回後ろから行きましょうか。で、これダメージを稼ぐ方法として、同方式でやっぱ稼ぎたいですね。アーチャーから行こうか。ちょっと怖いですね。さあ、ぶつかり合いといきましょうか。で、奉仕はこれもう、打っちゃうか。だから、どっちかのサイドの方がいいのかな、もしかしたら。今、タルババ使ったんで、ここの左サイドの奉仕が無限ですね。なんで、そこにしっかり相手はポイズン打ってくると。はいはいはい。どっかでね、相手がババコヤ置いたときはチャンスなんですよね。ババコヤ置いてほしいですね。置いてくれないですね。ババカを置いた位置が多分1個低めになると、よいしょ、危ね、やばい、ちょっと待って、話が違う、急に、俺が言ってるやつですね。ババカを置いた瞬間がチャンスになる。うわー、これやばいね。まあ、1分から勝ちたいですね。さあ、行きます。これですね、ここですね。もうここで、相手のタルババサイト、タルババサクまでギャングとか取っといて、わあ、すげえなー。なんかカオスのことしてるわ。オッケー。延命しつつ、ワンチャンある。これ回して、4コス工場。これワンチャンある、マジワンチャンある。
マジでワンチャンある、本当にワンチャンある、ワンチャンある、マジ。え、企画ね、お願い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 、頑張って、みんな頑張れ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 、もう気合い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 、これアーチャー多分間に合う。気合いが足りる、気合いが、ザッピーが出る、うわー、お前かい、ちょっと待って、胞子の削り、胞子の削り、いいね、延命、いい、あ、待って、負ける負ける負ける、おじおじ、危ない危ない、ファイボー、やばい、相手っぽい、あれが回る、あ、待って、負ける負ける負ける、やだ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 、もう、やだやだ、せっかくレジェンドに勝ったのに、待って待って、多いな、ちょ、昨日もね、多分あれなんですよね、こやこやクロス対決かな、負けたんですよね。さて、ミラー下手くそ説ありますね。まあなんか本当に偶然ですね。この親衛隊とか今グラチェル全くいないんですよ、マジで。全くいなくて当たってて、昨日もマスケだったな。まあ、でも僕はね、この奉仕がね、この親衛隊とすごい合ってると思ってるんですよね。これギャングの枠なんですけど、なんでギャング、これにギャングなの的な、意外と思うかもしれないんですけど、まあこれ結構セパレートがね、基本的に、親衛隊セパ、アーチャーセパ、ギャングセパのデッキって見えるんですけど、こう、奉仕が、やっぱタルババで処理されるのを延命できるカードなんですよ、ここのギャングっていう枠が。ここをね、覚えておくといいですね。基本的に親衛隊とか、まあ、なんかの後ろに奉仕がつくじゃないですか。で、奉仕に対してやっぱ、ロリババが転がってくるんですよね。それをギャングで拾えるだけで、奉仕延命して、もうなんか一気に世界変わりますね。なんでも延命できるかできないかすごい大事になってくるんで。よいしょ。で、ここもしタルババ転がして、なんかね、U のとこで拾われたら結構萎えるじゃないですか。こっちとしては。それと一緒ですね。相手の、よいしょ。ユニット拾って、あ、ラッキー。ラッキー。これ工場つけたいんですね。間に合った。ああ、で、ここを本当にギャングとかでね、延命できるといいなって感じです。で、ダクネかヒーラーで受けてくるな。これ、しかも今タルババ咲いたから攻めていい気がするな。トルネか？トルネでもゴブリンが。うん、ゴブリンアタック。来た。めっちゃいいこれ。結構入るっすね。しかもババが？うぃ！相手の名前なんか切れちゃってるんだけど、これ。どうしたのかな？エンジェルの円がなんか切れちゃってるよね、これ。バグとかじゃないよね、多分。こういうのにしてるんだよね、多分。ふうふうふう。さあ、エリゴレでしたね。エリゴレ、ヒーラーがちょっと厄介ですけど、マジアチャーをしっかりファイブで処理してしまえば、あとはババコヤが硬いんで、ババコヤとホーシーで、コウヤもね、一緒に処理できると思いますね。多分ね。で、アーチャー端こっちに出して、胞子をこっちにサイドに出して、ファイブで一緒に処理されないようにね。オッケーオッケー。なんで、こっち来るんだよ、ヒーラーは。オッケーオッケーオッケー。はい、ハードカウンター。で、ライドラが来るんで、まあ、どっちに行くかなんですけど、こっちいっぱいいるんで、あえて逆行ってね。オッケーオッケーオッケー。はい、はい。さあ、808を僕は削れるかどうかっすね。結構気は。こういうところでダメージ稼いでいきたいですね。あ、死んだ。胞子強えな、なんか今の。2発で死にますかね。今の、ちょっともったいないですね、このファイボ。後ろから行っていいかな。後ろから組んで、これね、右側削りたいんですけど、左っすね。今右攻めてもヒーラーで全回復されるし。ダメージ削るのは左で、しかもこっちだと、トルネがいるよね、多分。オッケー、胞子が削ってますね。オッケー、この間に胞子が削ってて、タルババが多分来るんで、ここをね、延命ですね、これ。来ないんかい。オッケー、あ、終わった。オッケー。回せ回せ回せ。回して。まあ、攻めとくことによって、相手をね、攻めさせないと。いう感じで、勝ちましたね。危ねえ。なんで最後の削りがね、5しかないっていうのが、まあ、ちょっと辛いんですけど、なんで放置でね、マジアチュみたいな感じでダメージ削りを入れれると、最後の最後ね、削り切れるかなと思います。というわけで、ちょっとミラー対決ね、練習しないといけないっすね。はい、これ、結構おすすめですね。というわけで、よければこちらお使いください。チャンネル登録ね、
高評価の方もぜひお願いしますだけで、まあ今日土曜日でね、ちょっと家でゆっくりしてるんですけど、家にいてもやっぱ暇なんでね、ちょっと満喫でも行ってこようかなと思います。ではお疲れ様でした。バイバイ。